とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。武器が、めちゃくちゃ光ってますね。今日は、モッド入れてみました。ブルーセイバー&レッドセイバーっていうモッドですね。武器が、スターウォーズのライトセイバーのように変化します。実はこの装備、クレイモアなんですよね。クレイモアがブルーセイバー、そして心を奪うものがレッドセイバーになるモッドです。まあ、性能は変わんないですけどね。で、心を奪うものが赤なんですよ。心を奪うものが赤。赤はね、ちょっとね、悪者のイメージがあるので、青い方を心奪うものにして欲しかったんだけども、まあ仕方ないですね。今日は、このスターウォーズのような剣を使って、クエストクリアしていきたいと思います。いくぞ!それでは行きましょう。性能はね、変わんないんですよ。性能一緒。で、エンチャントがリフレッシュ重力、アンチャンティング、虚無。こっちの方でやっていきます。うん。クリティカルもいいかなと思ったんだけども、多分、デイリー3だから、アンチャンティングの方がね、合うのよね。ちょっと待って、虚無持ってる敵がいるじゃん。マジか。虚無持ってるやついると結構やばいよ。あ、でも、こいつらだけか。今回がダメージが 50% 増えて、モブの速度が 50% 増加。きついね。で、自分が凍結のエンチャント持ってるっていうやつです。まあまあ凍結があれば結構ね、耐久力も上がるし、いいんではないでしょうか。最初からちょっとリープリーフがきついよ。で、もちろん、いつものごとく、キャプテンは探しながらやっていきます。多分最初のここに いないか。今日はいないな。だいたいここにね、あー、ちょっと待って。なんか浮遊射撃持ってるやつがいる。クモか。お前か。はい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 。あ、いないっすね。ちょっと探しながらやっていきまーす。あ、いた。まず1体目。どっかにいる。どこだ?あ、いた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 。ちょっと待って。えぐい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 。あぶねえ。ちょっと待って、ジオマンさんどこ?ちょっとすごい嫌なやつがいましたね。何?近接がクリーパーに変わるってやつか。あ、はいはい。まあまあ、まだ大丈夫ですね。全然大丈夫です。2体目発見。ちょっと待って。ここはきついかも。OK。エンチャンターがとにかくきついこれ。まずちょっと待って、エンチャをやろう。OK。旗も取りたい。ちょっと待って、旗をまず取ろう。なんだ?あ?何?あ、近距離、遠距離が重力を持ってるか。うわぁ。遠距離の重力はね、結構動きが制限されるので、やりにくいなぁ。うん、まあまあ、HP がね、170% 上がるとか、そういうやつじゃないので、まあ、まだ動きやすいですね。まだ大丈夫。ちょっと鬱陶しい敵が多くなるっていうことか。オッケー。あれ、もう、またいた、またいた。どこ?あ、あ、いたいたいた。オッケー。ちょっと待て。これ、霊気がきつい。霊気がとにかくきついぞ。よし。誰、霊気持ってんの?リープリーフか。リープリーフが、きつそう。あっねリープ 2匹おってそれのダメージを食らうとちょっとやばいもんね。おお、また神秘何プレイヤー HP が 40% 減少ですね。はい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 、まあ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 大丈夫でしょう。もうね 60% 減少とかそういうのでちょっとは慣れてきてるので 40% だったらまだ大丈夫です。まだ大丈夫。いける。ボスの手前まで来ましたけども、
脅威が一体もいないんだよね。多分最後のあの洞窟の中、あそこにいるのかな。どこ探してもいなかったんだよね。やべ、最後結構きついな、これ。これちょっときついぞ。あぶね、ちょっときつい。ちょっと重力食らうとまずいな。あぶねー、あぶねー、効くねー。うわー嫌なやつがいる。オッケー、いくぞ。結構つらいな。よし、いや、ちょっと待ったがいいか。やばいやばいやばい、捕まった。あぶねー、これはまずいな。最後の最後結構つらい。エンチャの敵多すぎでしょう。よし、行こう。もうちょっとずつ進んでいきましょうか。もうこいつら、よし、オッケー。重力ついてるやつがいるからね、動けなくなるんだよね。オッケー、いけるいける。ちょっと待って、霊気霊気やめろ。よし、いけたね。とりあえずこっちから、あ、待って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 、ダメだよ。こっちから行きましょう。あ、違う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 、あ、チェックポイントだ。もうボンミスしちゃダメだって、こんなところで。あぶねえ、死ぬかと思ったよ。オッケー、じゃあここを抜けよう。ここ抜けれるか。ダブルダメージとか入ってるけども、オッケー。さすがはアンチャンティング、アンチャンティングは強えね、間違いない。まあ普段はね別にダメージ取れないんだけど、こういうねエンチャの敵がめちゃくちゃ多いところでは重宝する。すっごい役に立つ。もうね、できればこのまんまボスに行きたいのよ、気持ち的には。ボスまでそのまんま行きたい。でも、一応取れ高のために下にも潜ってみましょうか。一応ね、多分いる、2体ぐらいいるんじゃないかな。本当は行きたくないよ普通にクリアしたいよ本当は。あぶねえ、ちょっと安全に倒していきます。ちょっと、なんか霊気ついてないこいつ。よし、 OK。 本当は安全に行きたいところなんだよ。よし、いないな、いない、もしや。大体この辺でもうすでに名前が見えてるはずなんだけど、もしかしたらいない。あぶねえ、いないのかもしれませんね。もうクリーパーのね爆発一撃で死ぬので、できれば戦いたくないんだけど。あ、いないねこれ。うん、ここら辺まで来て反応がないってことは、あ、いや、この先に多分一体いるかもしれないな。あのクリーパーを何とかして、いきましょうか。あぶねえ、もう帯電クリーパーがいる。あ、やっぱいないわ、キャプテンいません。ボスいきます。ではボスです。ボスの HP は高くないのでいけるでしょう。まあ、ただこっちがねHP が 40% 減ってるんで、ちょっと注意は必要なんだよな。あぶね、その遠距離攻撃が結構痛いんだ。気をつけていこう。まずはザコからね、ザコの召喚する。こいつらがもう鬱陶しいから、いけ。ああ、いけるいけるいける、これぐらいのダメージ入ればいける。よし、いけるよ。なんとかウィザーと吸血一でいけてる。よし、
ここでしっかり減らす。ディープリーフがね召喚されてからがちょっと辛くなるので、よし、なんとか耐えていきましょう。はい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 、敵の HP が増えてないし、こっちの攻撃力も減ってないので、全然これぐらいだったらいける。火ダメだけね注意していけばなんとかなるんだよ。いける。はい、いやまだ若干残ったか。でももう倒せる。うわー、最後の最後になかなかエグい攻撃。よし、クリアでーす。で、残りがきついんだよね。残りの出口までがなかなか辛いところがあるので、ここを抜けちゃいましょう。よし、オッケー。変更つきかい。変更はつかないで。いいね、アンチャンティング最高。最後まで頑張りましょう。うん、あんま急がずにね行けばね全然いけんのよ。いけ最後抜けろ。もうとにかくご利用していくか。やばい、ちょっと待って、オーシオマリア切れた。やばい、あぶねえ、あぶねえ。よし、いける。もうクリーパーまだいるわ。クリーパーがまだいますわな。ふう、痛い痛い痛い。その遠距離で毒攻撃をしないで。はい、あとお前でおしまいですね。はい、ということで、今日はモッドブルーセーバー&レッドセーバーやってみました。この見た目とね、音が若干変わるのかな。ちょっと音をオンにしてやってないのでわからないんですけども、確か音も変わるって書いてありましたね。なかなかかっこいいやつです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。